稲垣さんが力強い仕掛けだったという。そうですね、うん、いい感じで主導権取ってるんですけど、ね、あとはまあやっぱり新田がどれぐらい来るのかとい う, うん、まあさすがに早かったですね、巻き返しも、うん、稲垣さんのあの先行だったんで、うん、まあ決まったかなっていう感じに、まあ少しは最終ホームの段階で、うん、でもまあ巻き返しも多分強いんで、うん、どうなるかなと思いながらやっぱ早く来たですね、はい、なんとか本当に新田の分はともかくで、あとは継承のところがどれぐらい勝負になるかっていう。そうですね、あ、まあ、そこでスピードを合わせれたんで、うん、まあもうちょっと早い段階だったら、まあ、稲垣さんもう一回この体勢取ってっていうのもあったんですけど、まあ、ちょっとそういうのも考えながら、もう、まあ、後ろも来る感じも気配も2センターの辺はあったんで、もう切り替える感じだったですね、はい、なんとかまあ状態の方はよく決勝に乗れたかなという、まあ、うん、まあそうですね、まあ、稲垣さんが前先行してくれていい位置回れたんで抜けた感じです、はい、なんとか決勝その G2 いい、まあ、感じで勝ち上がれたんで、うん、まあ、もう一日いい感じで締めくれたらいいなと思います、はい、頑張ってください。